個人的に言えば、僕にとっては男役のナンバーワンは一番最初に演じた山本陽子でしたね。これまず美しさが際立ってましたし、しかもその美貌がいかにも銀座っぽい感じでしたし、それからまあ女優としてセリフの滑舌とか発声がまあ鍛え方が違うという感じでした。山本陽子は2004年の米倉版でもこの食代のママを演じています。でこの時は62歳だったんですけど、これがまたですね、美貌といい貫禄といい、いかにも銀座にいそうな大ママっていう感じでドンピシャのキャスティングでした。62歳になった、米倉涼子や62歳になった武井絵美が食代のママを演じているというところはちょっともう想像がつかないので、その意味でも山本陽子はナンバーワン黒川の手帳女優だと僕は思います。